やあの3年目の8月のデータからやっても全然うまくいかないんだよね。まあ、私攻略本なしに、あの手探りでやってるんですけど、なんかさ、あのグループ結成後、あの台に登ったキャラが一度離れると、あの嫉妬状態になるんだよね。そのなんで嫉妬状態になるとグループが解消される。あのつまり通常告白は結構まあみんなあの好感度高ければ見れるんだけど、そのグループからの告白はなかなか見れない。つまりなんていうか、一度グループ結成したら、あのグループ結成した後になんか一度誰かがあの台に登ったら、他の人あのそのそこからやって他の人をその台に登らせるとなんかうまくいかないんだよね。だからもっと前にその結成したばかりの時に戻らないと、そのグループの中のその3人分のグループ結成後の告白エンド見れないんですよね。何言ってるのかわからないんだけど、まあ、多分私はそう感じた。だからもうこの2年目の終わりで、このはまだバイトもしていない。でもじゃあまた今回バイトもしない。でもローズクイーン行けるかもしれない、ね。あと柔道部もやめる。柔道部も練習に行かないでやめる。もう全国大会一回行ったので、見たので、このデータではどうせ多分無理なんだろうな。その全国大会の時来るキャラを変えるので、もっと前に踊らないと。これはもう全国大会まであと5ヶ月だけだから、これもう無理ですね。今どういう状況？このデータって。まあ、恋愛。早く恋愛。今このデータってどういう状況なんだ？やっぱり、この左の台にまだ誰も立っていない。で、もし一度、りょうたが立ったら、もうダメなんですよね。その、立った時のエンディングを見るしかない。まあ、私はここからとにかく、その、グループあり、このグループありのりょうたの告白エンドと、このグループありのさっさエンドと、さっさ通常告白。ん？何このイベント？まあ、このエンディング収集の途中に、この記者レベル、開けてたら、これできたな。一番、私はなるべく早く、便利に収集できするデータ作るために、とにかく、3人とも台に上がらせない程度にやって、最後の12月、1月、2月の時に一気に誰のエンディングを見るというのがいいんじゃないかなと思いましたね。わあ、かっこいい魔女。身長も高くてスラッとしてて綺麗。誰？ 7？ ああ。目は7っぽい。写真で見るより素敵。7子さん、本当に魔法使えそう。7子ってそう書く？見たい？見たい見たい。じゃあ向こうを。あ、インタビュー。ななこさんすごい。ハバちゃのインタビューだって。すごい。私もいろいろ聞きたい。普通に男だってわかるでしょ。声も出したし。ノー、真実は闇の中。まあ、なんかハロウィン、遊園地のハロウィンのイベントとかなんとか。あ、じゃ結構レアイベントじゃない？ハロウィンの時にちょうど記者コマンドやらないと。さすが。かなりガードが硬かったけど、ななこさんの情報ゲット。
秘密だれって、お主人公はそこまで鈍かったの？なんで最初あの七つ森に会った時だけあんなにするとかあったんだろう。いや、わかるだろう。わかるだろう。ハロウィンナイトイベント。遊園地のハロウィンナイトイベントの取材に行ってきました。ひときわ注目を浴びていたのは魔女の仮装をしていたナナコさん。いや、どう考えても、ナナだろ。お前、いくつ身分持ってんだよ。普通に謎の美女として紹介されてんな。とにかくめちゃくちゃ記者イベントやる。これ、前回の続き。今、音楽。部屋ですが、マジで。マジ部屋。住みてててて。なにこれ。音楽の部屋で多分音楽室のことだよ。音楽室。どういう暗号？あれ？あ、寝ながら打ってた。ネットで夜更かしなんかしてるからだぞ。主人公いきなり何この口調。ネットで夜更かしなんかしてるからだぞ。メガネずれちゃってる。ナナ君だってバレちゃうぞ。おはよう。少し腹減った。食べる。起きたばっかで眩しいじゃん。溶けるガオ。了解。ま、いい方のイベントだな。なんで今まで起きてなかったんだろう。今回も柔道部やめたからめちゃくちゃパラメータいいでしょ。で、この花園の動向もめちゃめちゃ注目してるから私。まあ一応全然デートしてないけどね、この後で。でもここまで、まあやっぱりパラモエ最強だよな。先生もなんか後でめちゃくちゃ上がるし。いや、暇だから矢之助を好き状態にあげる。暇だからもう全員パラメーター150になったし。はいはい、どうかしましたか。しかも、ね、矢之助なんか確か12月に爆弾がこのまま何も伝わらずにいると12月に爆弾が発生するんだよね。前回これ結構いい感じだったから、うん、よし。一応落とそうとしてるから今回は、あ、おねけないだろうな。あの、キュートがないから。うちキュートのもの、あ、そうか、そうだ、これだ。これキュートだ。他にキュートのもの、おねけが、ドンピシャだろ。あれ？あー、まだレベル3だ。なら無理か。今回、あの、ファッションレベル上げてないから。よくわかんないものになってるけど。このくらいでいいよ。いい慌てっぷりだ。反省の色が見えるのでそれで十分。さあ行きましょう。やっぱりこの公式サイドのサンプルボイスだ。ここあなたもそのブランドの服着るんですね。え、この服？それってつまり？うん、僕も持ってる。こういう共通点をたくさん見つけていけると嬉しいですね。もう女性好き状態にしようか。あなたの歌、僕は好きです。
部屋空いてるといいけど。このやり直すときに結構他の人もカラオケに誘ったんだけど。前にあなたが歌ってくれた曲また聴かせてください。なぜか結構主人公が自分で歌う方が喜ぶ人多いんだよな。いつも心にこれ、まあこれだ。それです。イエスってところは僕の役目だよ。お前愛の手が好きなの？どうしました？手お呼びですか？手でもダメなの？まあいいか。あなたとの掛け合い癖になりそうです。楽しかった。もうこんな時間か。一緒に帰りましょう。送ります。でスキー状態になったらなんかイベントあるかもしれない。どういたしまして。おやすみなさい。まあまずローズクイーン、普通ならこれ絶対ローズクイーンいけるでしょ。まあ条件忘れたけど、とにかく全パラメーター150以上なら文句ないでしょ。でこの記者レベルでパラ1。マリー、お、うん、誕生日か。で、誰今の1位や。つかさん、突然悪いな。どうしたのじゃないだろ。だって今日はもっとたくさん送ってくれてもよくない？3人とも送ってくれてもよくない？誕生日くらい。たく、お前はとぼけてるのかマジなのか分かりにくいんだよ。なんか初めて見たセリフ。誕生日おめでとう。プレゼントだ。合格。そう、お礼は今の顔で十分。中身はさ、またな。なんか合格って感じもなんかあのノリなんか私合わないな。なんかああそういえば祈りのプレゼント全然つけていかなかった。一回も一回もね。矢之助どう？まだ一回程度しただけなのに。あ、もみじ見に行こうか。え、よ、出てきた。全員出てきた。でも顔あからめてないからな。顔あからめて、先生と矢之助。落ち着いてる二人だけまだ。いや、これは普通にさっさ一回誘った方がよくない？なんか、ササエンドも見たいもんな。まあでも、矢之助の時に好き状態は、にしたい。はい。はい、矢之助一番好感度低いもんな。じゃあ遊園地。まだ遊園地。うん。よし。記者レベル。あ、なんか隠しキャラが出そう。2回目のイベント。あ、違うか。これか。高瀬。じゃあ、何こいつのこのイベントを見るためには、絶対記者コマンドやらなきゃダメなの。まあ、ここなら気にしなくても平気だと思うけど、念のため。今日も取材？ああ、あの辺はおしゃれスポットも多いし、ネタ、だいぶ収穫できたんじゃない？で、主人公もし、ガソリンスタンドのバイトもしてたら、もうバイト掛け持ちしてんじゃね？そんなに大収穫？すげえじゃん。記事読むの楽しみ。ああ、俺、新人記者さんのファンなんで、マジで期待しまくってるから。まあ、一応スキー状態だからな、今の7つも。矢之助。いやあのスカートを縛り忘れたな。じゃあレギンス。よし。これで違う服装判定でしょ。すみません、遅れるなんて。
あなたを待たせるなんて自分が許せません。今日のあなたはとても洗練されていますね。シックだからね。いつもより少し大人っぽく見えて、油断すると気遅れしてしまうから。大人っぽいって言ったらお前にかなうやつなかなかいねえよ。みんなの期待感で満ちています。僕たちも楽しもう。さてどこから。でも最初ら辺に一回こっち来たんだよな。最初の時はこれなんかあんまり、いい反応、いや忘れた。賛成です。おし先頭に乗れたらいいですね。ただ確かこの反応だった。落ちているのに浮く感覚、面白い。で2回目で確か。まあこの人も好きになる可能性はある。あなたはどっちが好き？まあ、今のところ私が、ね、目をつけてるのはこいつとあと白羽、ね、他はちょっとあんまり可能性、まあ、もう本田愛くんもちょっと可能性あるかもしれないけど、他はあんまり可能性感じないな、まあ、私の好みになる可能性を感じない、まあ、女攻め始終になる可能性がない。それにこういうなんか座長とかこういう人ってストレスが多い人で縁無な場合もあるから。じゃあ最後尾、戦闘がないんだな最後尾。さすがだね、ベテランは皆そう言う。前で喜ぶのはひよっこだそうです。そうなの、まあ、やっぱりはっきり意見を言った方がいいかなと思って。楽しかった、ありがとう。次はどこに行きましょう。もうこんな時間か。まだ有効か。一緒に帰りましょう。送ります。結構ないい反応だったから、もう好き状態かと。どういたしまして。おやすみなさい。というかゲージってどんくらいなの今。ゲージでも150だけ。いや絶対パラメータ的にはいけるだろう。パラメータ的には矢之助絶対足りれるから。お、今を輝く素敵な人として紹介。東大元暮らしってところかしら。悩んでるんでしょ。でもね、あなたの周りにはダイヤの原石がゴロゴロしてるはずよ。そうね、まずは雑貨屋シモンで働くカリスマ店員なんてどうかしら。あれ、そう、あなたと深い関係の子でしょ。さあ善は急げよ、行ってらっしゃい。素敵な記事を期待してるわ。初期のイベントっぽいけど、こんな3年目から来るの、この今を輝く素敵な人っていう。あれ、もうできた。シモの紹介もバッチリだったな。今回もその調子で頑張れ。でね、リョウタ。いや、私まだ読んでない。つかさん、ちょっと質問。今度の日曜空いてるか？いやちょっと用事あって。タイミング悪かったか。ずっとお前あんまり近すぎるのも。いいよ、こういう間の悪さも。一回くらい断った方が。今年の文化2週間。まあでも両端になるんだろうな。まあ見れないだろう。なんていうかあれ、さっさのは見れないだろう今回のプレイ。このデータではちょっと面倒くさい。お、今を輝く素敵な人パート1。もう まだこの星3つからこのイベントがあるんだ。遅いな。お、高瀬さん大丈夫？何？何もないようですね。よかった、さっきこれあなたの夢を見まして、何かの知らせかと慌ててきました。なんかでもなんか心の花の庭に関するイベントが来るね。ええ、お騒がせしました。夢の内容は覚えてません。でもバラの香りがしてたかな。では
庭はもう賑やかだぞ。あ、いた。来た。お、これはいい。僕たちこれから学食行くんだけど。うん、じゃあ行こ。絶対このグルーヴ維持する。自分の好きなもん、うどん。じゃあさっさの好感度ちょっとあげる。あー、そっちか。俺もうどんにすりゃよかったかな。いただきます。この前テレビでサーフィンの大会の中継やってたんだけどさ、あれってどうやって勝敗決めてんの？それ僕に聞いてます。俺は知らない。祈りの他にいるかよ。陸上競技みたいにはっきり結果出ないじゃん。芸術点とかで決まるんだろ。なんかあるんだろ。まあだいたいそんな感じですね。制限時間以内で波に乗って点数を競うんですよ。制限時間って何分？ 2,30 分ってとこです。お、長いな。ずいぶんざっくりだな。まあ自然が相手だからいついい波が来るかなんてわからないでしょ。まあね、僕もそこが好きでやってる。いいじゃん、素敵だってさ。なあ。素敵ね。よかったな、祈り。ええ、あの感覚は波の上に立たないとわからないですよ。からかい失敗。なんとなくあなたが来るような気がして突っ立ってました。友好状態の誘い方だな。偶然じゃないけど、せっかくだし途中まで一緒にどう？お誘いありがとう。行きましょう。行きましょう。音楽。ええ、音楽は好きです。でもジャンルにこだわりはないかな。気に入った旋律があれば。歌謡曲、演歌、ロック、何でも。ライブハウスも行ける。ああ、ラップというジャンルはちょっと僕には難しいかな。劇団員に勧められて聞いてはみたんですけどね。旋律がないとダメなタイプ。あ、今僕とラップのミスマッチ加減で笑いましたね。いいんですよ。でもね、ミスマッチから何かが生まれるかもしれませんよ。そういえば庭どうなってる？庭どうなってる？もっともっと早く見れる方法ないのかな？ワンボタンで見れる方がありがたいんだけどな。祈りが一番高いの？矢之助、あの位置まで。これ、絶対なんか有効度かな。有効度かな、これ。この順番何の順番？だって、イク君は、質疑状態なのに、一番後ろにいるんだよね。この有効の二人の方が前にいるんだよね。あの先生と矢之助が。まあ、文化祭終わった後くらいからちょっとセーブしようかな。理想としては、初詣の後からやり直してもエンディング分岐できるのがいいんだ。ああ、全部済ませてきた。これ見たな。この文化祭の出歩きイベントは歴代通りの GS2 からこの1年目見た人がそのまま3年目見るみたいな。3年分見る。リラックス。これ見たから、やっぱり有効度1位の人が来るんだ。見たから移動スキップしよう。
このパラメータならいけるだろう。あ、え、じゃあついでに祈りのお祝いのセリフ見れる？マリーおめでとう。私たちもとっても嬉しい。そりゃな、柔道部を3年目から辞めて、でバイトもしないんだったらそりゃいけるだろう。ヒカルも超嬉しい。マリーやったね。私がノーズクイーン。ジョーのガン。つかさん、ローズクイーンおめでとう。え？いや、お前しかいないだろ。やっと時代が追いついてきたな。どういうこと？俺なんかも10年以上前から知ってたよ、お前の良さ。またそういうマウント。だから今更って感じもするけど、ま、正しい価値が万人に認められるのはいいことだ。でも入学式の時の主人公と今の主人公全然別人だぞ。価値あるものはそれにふさわしい評価を受けるべきってことでは一緒。あれ？だからお前がローズクイーンになることは正義だ。他の人も来るよね。ただ価値あるものは価値が分かる人間と一緒にいないと意味がないんだ。自分でだ、それが自分だって言いたいんだろう。そういうことだからよろしくな。いや、うわうわ、もうもうもう、じゃあ私のあの全員の一途プレイをやるときはもう全部ローズクイーン目指すわ。まあ、でもその セリフそんななんかかっこいい、まあ、かっこいい感じじゃ中道もな、かっこいいって言われたいためにやったんだけど、あいつ全然かっこいいって言わねえもん。強いは言うけど、かわいいと強さは同居するみたいな。結局祈りに一度も言われなかったな。で今どうなん、ローズクイーンになったからもうみんなもっとときめきと上がったでしょ。まあまだか。何なんだろうな、あの順番。順番はあんな感じ、あの一応今順番、あそこの順番が大事だよね結局。だってこの本当セーブデータの これとエンディングが出る人は違う時もあるから、うん、あれ、まあまあまあ取材取材取材、もうあれ、え、うわ、まさかの全、あれ、え、あと失敗はしまくった時に。占いを見れば記者コマンドの対応する運勢わかるんじゃない？行楽か？え？なんかこの感じだと先週くらい行楽最悪でしょ。え？まさかの記者活動は行楽なの？仕事なのに行楽なの？隠しキャラ？あ、また7のイベント。なんか記者コマンドの7のイベント多くない？あ、スチールある？あ、コラム。あー、あれあれ、なんか今輝く人のやつ。で、メール。記事読んだ。よく書けてました。何でしょう。まあ、どんな感じ？まあ、これ無理、あの、間に合わないんだろうな。もっとやらない、いや、あの、本当に記者レベルを5にしたいんだったら。まあ、でも今からでも、じゃ見れるイベントを見よう。もう、この編集部には欠かせない存在よ。4になった。このままもっともっと、ハバチャを盛り上げていきましょう。この感じ、これ隠しキャラにできる？田中シン。やっぱり田中シンが
でもな、この名前がな、名前がこのカタカナになってるのがちょっと、なんか怪しいんだよな。多分攻略対象じゃないっていうのが。あなたの活躍、ダイヤの原石たちもきっと喜んでるわ。もちろん、私もね。司先輩、あのさ、今度の日曜空いてる？今度申し訳ない、あんた今1位だから。何それ。別に謝ることないから、タイミング悪かっただけ。じゃあ。もっと早くできないかな、コマンド。昔はもっと早かったね。私、ちょっとなんか、やっぱりもさっとしてんな。ちょっとコマンド落ち込むと早くしてほしいんだよな。いや、まだ有効状態？真面目に聞いて。あ、また来たか。誰？今回は。大丈夫。あ、有効だ。何かありました？何回も聞いたセリフだから。よし、じゃあ爆弾確認、ついでに庭チェック庭チェック。あ、まさかの行くね。で、この3人誰もまだ台に立っていない。よし、計画通りだ。効率的に回収するためにはこのやり方しかない。まさかの本だね。まあ善は急げ、すぐかけよう。もしもし、ちょうど俺もはで、まあ、すぐ次の週すぐ。いや、ちょっと学力キャラか、キャ学力キャラが温水プール行けるかどうかテストだ。そこか。やっぱりこの伝統は崩せない。そう。あ、でも予定を詰めればなんとか。うそっか、そうだね。じゃあ絶対だよ。本当はちょっとアマチのテンションに似てきたな。本当は一応好き状態だよね。で、好き状態で温水プールダメって、やっぱりいつもの学力キャラじゃん。なんでカラーになるの、キャラ。もういつもの学力キャラだ。温水プールは爆弾処理よね、いつもの通り。よし、わしが1位だ。つかさん、やったな、1位。ゾースクイーンの、あのセリフ、反応のセリフ、全員から来てもよかったのに。あ、またかよ。まあ、じゃあもういいや、構ってる場合じゃないから。うん、いやー、っていうか、一回さっさとデートしないと間に合わないんだよね、多分。で、ここでセーブして、これがあのエンディング収集に適したデータ。まあ、その台に上がったキャラがいる状態でゲームを進むと、いろんなセリフ聞けるんだろうけど、まあ私、それはまあそれとして、私はエンディング収集の効率のためにやってるから今。攻略本もまだ見てないのに、効率を求めるのはちょっと、無理が、ちょっと効率、実は効率悪いかもしれないけど。いいタイミング。もちろん、俺も電話しようかなって思ってたとこ。うん。じゃあスキー行こう。おお、行く行く。次の週は服買う。だから予定入れちゃダメ。よし、一応買うか。ジェス。いらっしゃいませ。よし。うわっ。
か。うわ、あ、50パーないんだ。しくじった。じゃあこの2つだけでいい。もうギリギリだな。ありがとうございました。いや、間違えました。またもう一回、もう一回行く、もう一回行く、もう一回行く。もう完全な操作ミス。でも大丈夫、大丈夫。もう、慣れてないんだよな。早く購入。よし。ありがとう。本当に？あんた、さらりと嘘つくから心配するじゃない。平気。ちゃんと食べてるって。お、家族？学校、ちゃんと行ってるの？お姉さんとかかな？当たり前でしょ。ったく、何の心配してるんだか。お母さんかもしれない？だって、ちっとも連絡してくれないから。俺だってもう子供じゃないんだし、心配ご無用。じゃ、またな。たまには電話くらいしてよ。はあ、うわ、はあ、つい立ち聞きしちゃったと、はあ、姉貴だよ。ほら、前に話したろ。話したっけ。七つ森くんはおもちゃにしてた。え、この話聞いた覚えないんだけど。まった、その覚え方は NG。 忘れろ。はあ、いつまで経ってもガキ扱いするんだ姉貴。あんまり連絡しない俺も悪いんだけど、そろそろ弟離れしてほしいっていうか。優しくていいお姉さんじゃない。優しいね。まあそうではあるけどさ。ああ、いつになったら解放してくれるのやら。悪いけど、用があるなら後にして。え？あ、いたいた、ノリくん。ノリくん。高瀬ちゃん、君もいたんだ。ノリくんに声かけたのに気づいてくれなかったから追いかけてきたんだ。無視されてるんだよ。気づいた上で逃げたんですよ。で、いつにする？だから行きませんってば。なんで？何度も言ってるでしょ。僕はカップ麺でいいんです。以上。それじゃあ。ノリくんの分からずや。待ってよ。前回ちょっと撮ってない時にちょっと一回引いたんだよね、このイベント。続きが見たことない。よし。さっさ、さっさ用の顔。さっさ、今一番、三人の中で一番低いかな。さっさっぽいのは、さっさっぽいのは、ワイヤレスイヤホンって、あの、ランニングの時にいいんじゃない？もうわからないけど、もうしょうがないから。仲良しグループの3人、3人とも好き状態で来るでしょ。メリークリ、これは完全に 見たセリフだから。あ、司先輩、もしかしてりょうたのクリス3年目クリスマスイベント見れるかもしれない。ついて。あ、うん、メリークリスマス。あ、いや、その、あ、やっぱり祈りのこの感じいいんだよな。なんかすぐに顔赤くなる感じ。スカさん、メリーク、君、そ、私はこの、とにかくこの3人の撮れるエンディング撮れてから、さもともと、コールのアニマルバックちゃん。スカさん、それ俺が出したプレゼントだよ。これ
君のだろ。じっと見てたから君が出すの。え、それズルじゃない？ごめん、でもズルしてないぜ。俺んとこに来たのは偶然だ。だからこの結果はちゃんとした運命だって。お前はそういうこと言うんだ、運命とか。これ欲しかったやつだよ。マジで運命肝心だけど。お、いけた、ランニング用のやつ、ワイヤレスヘッドフォン。いいんだ、よし、いや当たったな。つかさん、ここにいた。でもこれは見たね、うん、この後コーチンのイベントがあるはず。フォロワーさんがくるくる。あ、じゃあクリスマスパーティー最後まで楽しめよ、つかさん。いや、新しいイベントだ、りょうたのこれん。もう帰るの？これからおじいちゃんの代わりに店番。年末は大変なんだ。そうなんだ。あ、マリー。マリーって呼ぶな。また二人の世界？風間くん、マリー独占禁止って言ったじゃん。初めていいタイミングで来たな。何よそれ。俺先に上がるから、こいつのこと頼むってこと。じゃあな。まったくもう、マリーの保護者のつもり？いや、彼氏面ひどいんすよ、あいつ。どうしたの、風間くん。お仕事だって、おじいちゃんの店の手伝い。そう、風間くん大変だね。ほらほら、マリーのこと頼まれたんだし、3人でパーティーを楽しもう。バルコニーに出てみようよ。覗いて、覗きに行く？いらっしゃいませ。お、ここも初めて。お前、いらっしゃい。何かご用ですか？なんやそのポーズ。素敵な小物入れありがとう。お礼してなかったなって。そっか、古いけどいい品だよ。大切なものを入れておくのにちょうどだ。え？ん？ん？俺からもありがとな。お前が来てくれたから夢が一つ叶った。さっきの話、何の話？小物入れもらってないんだけど。あれ、プレゼント交換もらってる前提のセリフ。これフラグちょっとバグってない？クリスマスイブ限定の二人の骨董店は？ああ、少しだけ営業時間延長だ。うん、そのノリについていけてないんだろうな、わしは。じゃ、そろそろ閉店。遅くまで付き合わせてごめんな。家まで送ってくよ。今日のお前、骨董店の奥さんにしてはちょっとドレスアップしすぎかな。もう好きやらば夫面、好きやらば彼氏面。なんでそこに引っかかんだよ。たく、引っかかるだろう。ええー、マジで彼、マジでもう付き合ってるつもりのなの、お前は。おでこか。いやー、もう完全に付き合ってるつもりだよ、こいつ。クリスマスだし、いいだろ。いやいやいや、関係ねえし。もう言うな、主人公。今のケアするところ、もしかして。まあ、私、この、生まれてこの方、ケアいたことないしな。もう驚くときはわーだしな、わーだしな、うーだしな、なーみたいな、なーみたいな、出せないな、ああいう声。自然と出る人、ちょっと不思議に思ってたな。え？あ、誰だっけ？あ、さっさ望むか。いやー、そういえばあいつ何？いやー、まあまあまあ、あいつの好きな服ないな、多分。いや、
そういえばナチュラル一応ある、実は この帽子めっちゃナチュラルじゃん。あ、これナチュラルじゃん。このサングラスめっちゃナチュラルじゃん。これあればナチュラルなんとかできそうじゃね。これ何、あ、これ、え、そういえば何の効果があったっけ、ちょっとあんまり使ってないからな。あ、これダメ。お、これナチュラル上がるじゃん。これ、大丈夫これ、ウルトラナチュラル本当に。行こう。ごめん、お待たせ。お、なんで、少しは怒ってくれよ。来た、サンプルボイス、公式サイトのサンプルボイス。期待されてなかった感じして不安になるだろ。もしかして楽しみじゃなかった。お前実はなんか考えすぎるタイプだな。そっか、よかった。じゃあここからは挽回しなくちゃな。でももっと犬っぽいところを出してくんないとな。呼んだ、こんな感じ。あ、それやばいな。今日の格好いいじゃん。そういう自然な感じ、俺は単純に好きだな。君が着ると鬼に金棒だな。金棒、流行ってるやつ。いや、それは偶然。最近その服よく見る。ジャケット、うん、似合ってる。あれジャケットなんだな。結構特殊なジャケット。この天気ならゲレンデのコンディションも良さそうだ。早く行こうぜ。スキーできる方？雪上のプリンセスと呼んで。いいじゃん。よし、上の方まで行こう。あー、今日も笑った。君とだといっつも笑ってる。ありがとう。君の家まで送る。用心棒。ほら、俺用心棒むきだしさ。まあ、このセリフは可愛い。どういたしまして。じゃあな。呼んだ？いい子いい子。まあいい子だけどさ。もっと犬っぽいところ出さないと。あ、あれ。ああ、大丈夫か。まだ日曜日まだある。うん。じゃあここでセーブ。セーブ残そう。一応、いや、望むの犬、望むの犬見れるかどうかちょっと気になるから、頑張ってさっさと望むのお先にデートに誘う。お、隠しキャラ結局全然合ってないな。何を書いたんだ。七つ森。ん？今電話いい。今度の日曜日予定空いてるか。ああ、もう申し訳ないけど、今それじゃない、それどころじゃない。用事。じゃあ仕方ないな。いいよ。じゃあまた。うん。全員のあのこの三人のエンディング見れるかどうか、収集エンディング収集できるかどうかの。瀬戸際なんだからな、今。おお、いい。もちろん。で、雪山は行ったし、何回も行ったのはどこだっけ。まあ、スケートも行くか。おお、行く行く。で、これはちゃんと断って、レナイのキャラさ、あ、そう、さっきのセーブデータが、あれな、この分岐する。ここから分岐しないと長すぎるから。
じゃあ行こうぜ。やだ、ダメダメ。まあ何も元旦じゃなくてもいいな。混んでるし。だよな。謝るなって。俺が断られたみたいだろ。いや断られただろ。じゃあな。断られただろ。何か俺が断られたみたいなの。もう断られただろ。じゃあ望む。明けましておめでとう。めっちゃテンション高いな。先手必勝。今年もよろしく。正月から君の声聞けてさ、幸先いいよ。それで用事何？うん、行くに決まってる。いいって。ほら、女子はいろいろ用意が大変だろ。迎えに行くって。女子のんびり行くからさ、ゆっくりめかし込んだよ。いやいやいや、じゃ聞かざらないタイプだから、聞かざらない縛りだから。でも一応攻略のためにね、しようがない、しようがない。今回だけはだぞ、攻略のためだぞ。いい反応くれ。つかさ、明けましておめでとう。時間調整したんだけど、もう待ちきれなくてさ。早すぎじゃなかった？大丈夫だよ。よかった。時間つぶしにご近所何周も走っちゃったよ。うん、晴れ着だ。よく似合ってる。もっと軽率に、あの顔赤くなっていいぞ。着付けって大変なんだろう？なんでそんなボーっとしたい感じ？俺のため？いや、そう、ある意味ね、エンディングの収集のためだよ。期待してたみたい。うん、正直期待しまくってた。でもさ、それ以上、うん、すっごい綺麗だよ。うん、これは私の好みの褒め方。うん、いや褒め方というか私好みの反応じゃないな。それじゃ行こうか。いやー、なんかやっぱりなんか、うん、思った爽やかなのはいいんだけど、出店もいろいろ出てるし、君呼びなのはいいんだけど、ちょっとな、私の求める感じじゃないよ。俺だって誰にも負けないくらい楽しいよ。願い事か。それ難しいんだよな。願い事ってさ、俺の場合目標に近いだろ。神様に頼むもんじゃないし。もったやっぱり、あ、やっぱり画面に隠してる場合もあるかもしれないな、今回。やっぱりこの方向キーの右を押すといけるみたいな。で、恋愛成就。まあ、もう、パラメーター高いから、最後くらいね。このときめきとプラススタート。これだけ人が多いと、もみくちゃだ。いつでもどうぞ。おみくじだな。まだ元気ある？見てみようよ。よし、一年の運試し、一発勝負だな。大丈夫、いいの出るまで諦めなきゃいいんだって。大吉。一回今日出たんだよな、やり直してるとき。末吉だってさ、もう一回引いてこようかな。何？末吉は末広がりにいい運が来る。現在より将来に期待できる。いいようだね。なんか良さそうじゃん。晴れやかな気持ち。一緒に来てくれてありがとうな。私が誘ったんだし。願い事ってよりもお礼かな。君と並んで手を合わせてたらさ、いろんなことが蘇ってきた。そしたら新しい願い事よりお礼したくなったんだ。俺さ、競技で集中している時、
一瞬無音になって時間が止まったように感じるんだ。さっき手を合わせてる時がその感じに似ててさ、びっくりして君を見た。そう、君がちゃんといるか。ああ、なんか真剣な顔して手を合わせてた。さあ、ほっとしたからかな。送るよ、行こう。俺もありがとう。神様にはお礼言ったけど、君にはまだだったからな。君はいつも俺のそばに立って力貸してくれただろ。いや、そうでもないよ。一途労働じゃないから。なんか俺ばっかり晴れやかになってないかな、心配だよ。ありがとうな。でも君は先生や仲間のおかげで分かったんだ。俺はただ好きなことを全力でやっただけ。そんな褒められたもんじゃないよ。ありがとうな。まだなんて言えばいいかまとまんない。だから今日はお礼だけ。卒業までもう少し時間欲しいんだ。じゃあ一通路の声してってくれるかな。初詣なんかよ、もっと、もっと3パターンだから、グループって。もう4人で行く初詣があってもいいんじゃないか説。なんでないんだ説。説。今どんな感じ？あ、というか断られた。お前、お、いけるいける、お。お、私の妹、ちょっと、矢之助が顔赤くなったぞ。